卒業ですか。サプライズ。皆さん何事ですか。お前を元気づけてやろうと思ってな、バーベキューをすることにしたんだ。あやめちゃんのアイデアなんだよ。前にバーベキューをした時、イカレガさんすごく楽しそうでしたから、また元気を出していただきたいって思ったんです。ありがとうございます。さあ皆さん、何を焼きますか。肉と魚以外にもいろいろとありますよ。あ、ヒバリはマシュマロがいい。焼きイカはもちろんあるみたいだが、なんだこれは、チーズフォンデュか。イカにチーズをつけて食べろというのか。そうですそうです、楽しんでください。わあ、マグロの頭なんかもあるんだ。これ焼くと美味しいんだよね。あたいはニンニクの丸焼きをいただくぜ。これで勢力つけてやる。イカルダ、お前は。では私は鶏肉をいただきましょうか。それじゃあいただきます。イカルガさん、どうしたんですか。泣いてるんですか。ごめんなさい。気にしないでください。おいおい、どうしたんだよ、本当に。後ろ後ろ、火だ。ごめんなさい。私が用意した花火にバーベキューの火がついてしまったみたいです。気をつけろ、炎がどんどん大きくなっていくぞ。カイアミ、お前どれだけ花火を用意したんだ。地元の花火大会ほどの数を。用意しすぎだろ。とにかく早く火を消さないと。いざ天井に勝負。5、4、3、2、1、レッツ。みんな火を狙って撃って。これで消化するよ。ああ、なんでザコがいるんだよ、邪魔だ。すぐ消さないと大火事になってしまいます。キャッキャッ。お姉さん大興奮よ。肩がやられたみたいね。
強すぎたかしら。残り時間半分。済んだことだ、気にするな。ああそうだ、お前は花火で盛り上げようとしてくれたんだろ。その気持ち嬉しかったぜ。皆さん優しいです。楽勝だね。肉も魚も何もかも真っ黒焦げです。でも全然悪くないよ。外はこんがり、中はふわふわになって、うん、マグロの頭美味しい。うんうん、焦げたマシュマロも美味しいよ。で、イカルガはどうした？一人になりたいってさ、そっとしておいてやろうぜ。突然泣き出してイカルガさんらしくなかったね。心配ですね。早く元気になってほしいです。みんなにまた心配をかけてしまいました。でもどうしても涙が止まらなかったのです。どうしてこんなにも心が落ち込んで悲しくなるのか、その理由は自分でも分かっているのです。卒業して皆さんと別れることを思うと、なんだか涙が溢れてくるのです。皆さんと一緒にいるのが楽しければ楽しいほど恥ずかしくて情けないけれど、私は皆さんと離れたくない。いつまでも今のままでいたい。さあ、次の最終予選に勝てばいよいよ本戦に出場決定だよ。みんな頑張ろう。はーい。あんたが返事してどうするのよ、このバカ犬。次の相手はお前たちか。イカルガがいないようだが。ちょっと野暮用でな。でも試合には間に合うぜ。そうか、ならいい。ところでお前は誰だ？
あやめです。よろしくお願いします。何がおかしいのですか。ああすまない、明らかに足手まといな感じだからな、つい笑ってしまったよ。なんですって本当にそう見えるんですか。明らかな足手まといっていうのは言い過ぎですけど、でも少しだけそういうイメージはあるかも。そっちだけ人数が多くて卑怯よって言おうと思ってたけどやめるわ。皆さんお待たせしました。イカルガさん聞いてください、ヘビ女の方々ひどいんですよ。レッツフラッシュ5 4 3 2 1。死んだら勝てませんよ。くぅー、じゃあ死なずに勝ちます。そうだな、水鉄砲の打ち合いで死なれたら。味方がやられたみたいだな。そう
やるね。ジャガーもがけ。危なかったが、ポジティブシンキングの勝利だな。ああ、ポジティブシンキングって言いたかったんだね。やっとわかったよ。この後控えているのは本戦だ。これからもっと厳しい戦いになるぞ、イカルガ。やっぱりお前がリーダーで頑張らないとダメだな。え？みんなお前を頼りにしているんだぜ。ありがとうございます。ですが私は…私は…なんだよ。おい、イカルガ、いい加減にしろよ。え？卒業試験がなんだ。そんなことでくよくよしてどうする。いつまでも情けないぞ。情けないといけないのですか。なんだって。もう放っておいてください。葛城さんにはわからないこともあります。そんな言い方あるかよ。人が心配してるっていうのに。そういうの余計なお世話というのです。ちょっと二人とも。イカルガ、カツラギ、その辺にしておけ。へっ、うじうじした女だぜ。ほんと無神経な人ですね。もしかして私が来たからこんなことに。そんなことないよ。気にしないで、あやめちゃん。でも、こんな状態でこれから勝てるのかな。